いやー、本日は晴天なり、おしゃれな女子大生と、相変わらずの骸骨とね。いや、これは、怖いやろ。しかもめっちゃ喋ってるし、普通に。お口パクパク。なんかすごいドレスコードしてるね。まあ、秋もね、秋の夜長にということで。ところで皆さん、お気づきでしょうかね。T800 からね、RV9 に変わってるということですね。ターミネーター1、2のシュワちゃんから、ターミネーター、普通のナイフに戻しました。はい。ターミネーター、ダークフェイトの方にですね、変えましたと。で、アシュリーちゃんの衣装としては、バレた。あ、おいこらステーロ。あ、なんか不届き者がいるな。まあ、君ごとき武器を使わなくても倒すことなんて動作もないんだが。うえぇーオッケー。さあ、どうするどうする、さあ、どうするどうする、下にもいるのか、あれいない、まあいいや。にしても、あ、これタイトスカーツ、ね、上しか見えなかった感じのやつだったんですけど、あ、ジャケットレスだったらなおのこと良かったんだけどね、仕方がないね。あの橋を。じゃあ、やってもらいましょうか。うわ、わかった。あ、これ下から覗けるやつじゃね、もしかして。はい、はい、見せて、はい、見せて、見えた！あ、だからめっちゃ見えたじゃん、普通に。普通に見えてんじゃん、これ。あ、ちょ、行かないで、行かないで、行かないで。あーあー、下から声聞こえるんだけど、誰もいなくない？呪いの声聞こえてる。いやー、脳みそがなくなっちゃったよ、ついに。ねえ、骸骨のあれだったのにね。まあ、いけろ、いける。よいしょ、ほい。まあ、なんかね、やっぱりね、ちょっとね、この格好にね、あの杖は似つかわしくなかったっていうことでね、うやー、オープンセスのキン。オーケー。でも、いや、かっこいいな。黒の装飾にさ、黒っぽいやつに触れて。あ、でも、おへそ。おへそがちらり。あ。ちょっと待って、これってさ、こういうファッションってありなの？ちょっと待って、別の意味でも透けてんだわ。ほら、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 ほら。これありなの？ストッキングの上にパンティーを履くっていうのはありなんですか？ね、いやー、超絶違和感あるわ。そしてそのサングラスはどうやってかけてるんだ？耳に引っ掛けるとこなんもなかっぺってくるですね。まあ、俺、ターミネーターだから平気なんだけど、あなた生身の人間だもんね。大丈夫かな？じゃあ、登っていただきましょうか。ほい、ほい、ほい、ほい。ねえ、思いっきり見えるんじゃねえか、これ。大丈夫？見えないよね。信じろ、さ。マシンの言うことを信じて人類滅びかけてんだけど、2029年から2032年にかけてね。まあ、そのせいでね、ジョン・コナーお亡くなり、ああ、見えてる、思いっきり見えてる。ねえ、ちら。いやー、普通の女子大生とターミネーターの恋愛が始まるよ、これ。ありがとう。異色の恋だよね。ということで、ひょいっ、くるっと、オッケー。じゃあ、上から降りてくるところをしっかりと眺めましょう。HQ、チラチラ。待って、これ普通か。本当に？彼女は無事なの？さすがね、コンドルは。すぐにヘリをかませる。いやー、やっぱりね、なんとかコレクションのせいでさ、彼女を連れて、いや、コレクションじゃねえな、なん、なんとかこれとかさ、ポリなんとかのせいでさ、今までね、規制されてたのもね、やっぱ爆発させなきゃいけないよねっていう、そんな感じがするんだよね。え、なんだ？あれ、農場、中央広場、ああ、そういうことか、そういうことか。で、私は今、養殖場、あ、しまったー、上のあれ落とすの忘れてた。今から行けるかな、無理だよね、無理だよな、無理だよね。この先は危険だ。そうだな、戻れなくなってるもんね、確かね。あれ戻れるっけ、行けるなら行こうか。ちょっと寄り道になるけど。別に構わへん、寄り道したところで。じゃあこっちに行こうか、ドゥンドゥドゥン。どんどん行こうよ、ズンズズン。お亡くなりの時間です。もっとド派手に行こうぜ。目の前に見えてるのにな。どんどん普通に入ってる。あ、こっち見えてないのかよ。嘘、同胞が目の前で惨殺されてるのに気づいてないっていう。で、あってみーさ、ほら、降りれる。あ、で、彼女降りてくる。あれ、降りて。音楽が不気味すぎるんだけど。入ってこない。いやー、ちょっと、でも、ちっこ、なんか。しかも裸足なんだよ、靴履いてねえんだよな。ちっこ。え、これで降りて、あ、降りてきた、降りてきた。よかったよかった。じゃあ、こっち戻れるのかな？あ、普通に戻れんだ。
じゃあこっち行くか。いけねえし、うそん。え、誰が落としたこれ。うわ、最悪、最低。降りれなくなっちゃったよ。降りれないっていうか戻れなくなっちゃった。マジっすか。じゃあもうあの宝物はね、まあまあ 村のあれはもう全部取ってるからいいんだけどさ。後ろにいろ。あいばえっそ、どうかしてるあの人たち。まあ人なだけマシじゃないねえ。あの体にあの虫を飼ってるなんてことはね、もう人間の誰しも寄生虫を持ってるからそれはいいんだよ。で虫、あのもはや、ね、人間じゃないやつがいるからね、あのあなたの目の前でなんかマシンがダカ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 打ってるやつ。うひょー、うひょー、いてて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 、おめえもだよ。今おめえちょっと撃たれてなかった？大丈夫？なんかもうあれだな、ビジネスカジュアルみたいな服装になってるけど、まあでも、まあ、ビジネスカジュアルのね、あの服装でおけそ出してる人いないか。ちち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 ち、おお、うにゅってるうにゅってる、仕方ない。じゃあここはカッコつけて、いやーヒューン。で、こっちは、うん、なんだろうな、あの水に濡れすぎてあの錆びちゃうからちゃんと水は払っときましょうみたいな、そういうあれなのかな。てかこんなスッカスカで大丈夫なのかね、中身なくてね。もっと機械だからさ、いろんなものがさ中に仕込まれててもいいのかなとかって思ったりして、まあ、そんな細かいことを気にしてたら仕方ないよね。よいしょ、ほい、あ、やばい、バグったバグったバグったぶっちゃ、よいしょ、ほいほいほい、オッケー、燃えてる燃えてる、燃え燃えピッピ燃えピッピ、うおー、よいしょ、おら、うらうらうら、ここまで燃えたらさすがにね、くる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 、オッケー、行こうか。でもいいよな、このターミネーターいいよね。あの分身できるもんな、本体とさこの骸骨ちゃんにさ分身ができたらどれだけ楽かっていう話だよね。だか確か前もこの辺りであの自分の分身ができたらいいのになっていう話をした記憶がある。おー、ウェルカム、新しいの入ってるぜ。マジっすか、どんなの。楽勝だ、帰れーぜ。金ねー、8万しかねー、マジか。で、ちょっといらないアイテムを、まあ、ないか。あこれで、また来いよ。あいよ、また来るよ。なんだ、ああ、今日答えね。ねえ、ちょっと休憩しない。やだよー。ダメだ、我慢してくれ。俺に体力なんかないからな。分かった。人間じゃないか。人間じゃなくなったからも体力など関係ない。ハニガンの予報が当たったな。ハニガン。ダダ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 。おめえも進化するのかよ。やろうか。ちょっと待って、後ろいるんじゃなかったっけ？マーパス、マーパス。あ、いないね。でこの中は確かいたはずなんだけど。どう？ちょっと待って、こっから撃てるかな。よいしょ。標準定めるのがむずいし、向こう行っちゃったし。あー、行っちゃった行っちゃった。ちょっとちょ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 。髪がなんかすごいファッサーってなってる。あ、なんか来てるし。来てたー、危ないー。あれ？ここ入ってくるんだっけ？あ、そっか、入ってくるか。それ入ってくるか。おー、だと思ったよ。あいつと遊んでやりてえな。遊ぶ暇なかったな。さよなら。うおー、あーちゃちゃちゃ、この距離で、この距離で下手くそー。あちゃ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 、課金でやー、ねんね、いいの入った、ねんねタイム。あれ、ちょっと待って、勝手に燃えてるやついる。あ、そうでもなかった。よいしょ、オッケー。ちゃんと操作ができないとほんとつらいよね。燃えてる。あれ、大丈夫。あっちっちのちっちっちになってるけど。で、あ、牛が復活してる。復活の石、石じゃねえ、牛で、こっち行って。てか普通にこいつかっこよくない？なんか今思ったけど普通にかっこいいんだよな。ただまあちょっとスケスケすぎてね。そうなんだよね。なんか T、T、いや、そうなんだよな。この、A、RV
9の役やってた人がね、いまいちピンとこないというか、かっこよくなかった。個人的にはハマらなかったんだ、かっこよさな。やっぱ T2 の時の T1000 の人みたいな、なんかの狂気じみた感じっていうのがあまりね、感じ取ることができなかったっていうのがね、正直なところなんでね。こっちということで、登っていただきましょう。待ってて。あいよ。もう一回パンティ見せて。パンティ、パンティ。あ、そっか、でもここあれだな、ロケットおっぱいを出すシーンがあったから、見えた、思いっきり見えてる。なんなの、ここ。ね、ここはね、店長じゃないや。店長じゃないな。船長じゃなくて、何町だ、あ、村長、村長。村長が、村長は、夜な夜な一人で勤しむ部屋でございますね。はい。もうやることといったら一つしかない。あ、これは、これは OK。村長の息子が、実は、誰だっけ、あいつだったとかって予兆ないのかな。おい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 、あ、そんな逃げないで、逃げないで、チラチラチラ、ちょっとよよよ、見え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 た見えた、オッケー、ご褒美タイム。なんかリチャード・アッテンボローのヒゲ長い版みたいな人が出てきた。さあ降りてくるかな、降りてくるかな、降りてくるかな。思いっきりさ、お尻とかスカートからさ、パンティ突き破って出てきてないか。大丈夫か。よし、じゃあ、帰りましょう。用事が済んだら帰りましょう。オブセッサミン。あ、行っちゃった。くーん、くーん、くーん。そんな、行っちゃダメよ。わちきと一緒に遊びましょう。この中、特にない。取ってるじゃん、全部ね。取れてるよね。オッケーオッケー。で、あと中央広場に残ってるのを取りに行けばオッケーだから。さあ、強固タイム。うん。目の前に現れてくるのは一体誰だ？誰だ？あれ？あれ？キャ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 ー！一発！あ、さすが強固タイム。2発覚醒、3発、4発どこ行った？ 5 発、オッケー、5発ゲット、よし。じゃあここ登っていきましょう。オッケー、登りちー。いや、あれだね、エロ要素があるだけでもテンションが全然違うよね。あ、いいね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 。よし、じゃあ開けといていただいてる間に私はこちらにお邪魔しまーす。で、ここ開けてっと、カチャポン、ふい、あ、来た、ハッピーバ、お邪魔します。でよし、で、オープン。ここは丸いくぼみのリンゴちゃん。おう、ちなみにさ、アシュリーどこ行った？アシュリーここにいて、こうやっといて、チラッて打とうとすると、立ち上がれ。ああ、やっぱり、あれなんだな、もうほんとバラバラの行動になっちまったもんな。バイオ4の時とかだったらさ、シンプルにね、あれでエロいことができたのにさ、残念無念、また今週だよ、ほんとに。もう、年の瀬ですからね。で、いる？ここに、はいない。上か。ギャズビコー。ライト照らされてるのに気づかないっていう。しかもこんだけ銃撃ってるのに気づかないっていう。遅い、遅いわ。よし、まあこんなとどめの刺し方をね、ターミネーターが言ったらなんか逆にもう恐ろしいわ。あ、登ってくるってまんまのやつだけど、あっちから来んのか。あ、ちょ待って、バグってる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 。ドン、ドン。開けてあげましょう、こちらから。え？まだいる？あ、イエスだ。ああ、おじさんか。はいはいはい。おめめがパックリ開いてます。はい。おやすみなさいと思ったら、だと思ったよ。仕方ない。こっちいる？いないんかーい。
おお、降りてきた。かっこいい。さすが。やるじゃん。で、めっちゃ声がするんだけど、どこにいるのかわかんない。あれ、そう。いる？おい。あれ、ね？中か。中にいるのはあれだよね。ちゃんと炎でボッポボッポなってるはずだよね。あれ、いないの？お邪魔します。あれ、ここや。向こう側から聞こえる声なのか。でもこっち？お邪魔します。いないな。お邪魔しま。せんでしたね。あれ？声聞こえるの？気のせいか。じゃあ行こうか。おうおう、武器どこやったの？開けまーす。ここ全くもってあれだもんな、敵を無視していっても構わない場所だもんな。雨と言います。中入らないわ。やだって言ってもべっちょべちょに自分からなりやすい。おい、あー、おいこらステーロー。うわー、足が生えてきたの。足は生えてるかもと思った。ダヒョン、オッケー。で、あー、真っ赤なピンクのお乳。いや、痛い痛い、嘘嘘嘘嘘、痛い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 。お前お前、そんな特殊な生え方すんなよ。特殊な生え方ってなんだ。で、まだいる？いない？あそこにいるな。よし、オッケー、任せとけ。ダッシュ。オッケー。で、他には？ほっか、あ、いたいた。ラリってるっすよ。あ、ちょっと、後ろの樽が開いたべ。ドゥオーデシ、オッケー。あーちょー。あ、なんだなんだ。あ、違うわ。ただの松明か。なんだ、ただの。おお、めっちゃ蹴り始めてる。おいしょ。でん、でん、でん。おお、でやー。あ、女の子に棒振ってんだ。いけねえの。女の子に棒振るなんて、ちゃんとついてあげなきゃ。振るんじゃないよ、棒は。あー、残念。で、こっち行って、あー、ここの、あれ取るの忘れた。で、こっち。で、ここ、カチャ。オープン！中身は、アンティクパイ。で、ふぅ、ふぅ、ふぅ。よし、行くか。ラー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 、後ろからやってくるやつを全滅させる。やっぱこっちかな。一石必中じゃねえや。一発必中。さあ、おいで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 。パンツ見えない。パンツ来ない。まあ、じゃあその前にお楽しみするか。あ、キャーって、え、そんなことあるんだ。ちゃんと今キャーってやったよね。ああ、ダメだ。なんだ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 。ああ、後ろから来てくれたの。前から来るものだと思った。ウィーウィー、あれウィー、あれ、嘘、この枠にはまっててもダメなの。なんちゅう鬼畜しようや。帰ってくし、怖がってんの。怖くないよ。おじさんが優しくしてあげるからね。ほーら、おいで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 。ああ。優しいだろ。ああ、こいつの執念はすごいな。ああ、とどめさせてあげようと思った。終わり？なんか風邪ひきそう。うわん、俺もそう思う。機械なのに風邪ひきそうだもん。完全に脊髄がゴリッゴリだもんね。よし、じゃあ行きましょうか。こっちだ、こっち。チッチッ、チッ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 。おいでぅ。大変だよね、ほんと。あれ？バグった？また止まってんだけど。やめてやめて。そのバグるなんてやめて。怖いよ。
怖い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 。え、ずーっとローディングしてんだけど。まだかな、まだかな、まだかな。遠くをつなぐの難しい、だから歌ってごまかすよ。え、マジで、あれ、ここでまさか止まるっていうオチ、本当にどうなってる。ちなみに次回はどんなアシュリーとレオにしようかな。あのね、全部をダウンロードしてるわけじゃないからね、あのチャプターごとにって言ってたけど、今次で6でしょ、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、11チャプター分用意しなきゃいけない。うわー、全然足りないな。どうしようかな、まあ、気に入ったやつをもう一回回すか、新しくダウンロードする。ちょっと待ってね、本当にこれ、え、どうなってる？もうちょっと待ってみよう。もうちょっと待ってみよう。あと2、3分待って、ダメだったら諦めよう。まぁ、あ、ちょっとあの、次のシーンに移るまで一旦カッツしとくか。カッツ！やっと普通に進んだ。ごめんなさい、お待たせしましたー。はーい。ちゅうわけでね、先に進めなかったじゃないですか。あのモッドが原因だったっぽくって、今あの普通の衣装に戻してやったら、やっとこさいけた。あーごめんなさい、もう全くもって普通の、ちょっと一旦ね全部モッド解除してやってみました。はい、アシュリーでございます。はい、いやー本当はねちょっとあのいろいろと面白い格好をし合ったやつでね見せたかったんだけど、ごめんなさい、もう先に進まないことにはどうにもならんということでございますんで、はい、まあ、ここは普通にクリアして、次回のチャプターからまたちょっとあの普通に進められるだったらね、これさ普通にあれだよね、棚横向いてんだったね。へえ、まあいいやということで、なんかもうちょっとねかなりの、いや探し回ってるけど家の中にいるのは明らかだろって話だよね。もういろいろとちょっと大変な思いをしましたんでね、もうちょっとねもうちょっとボッコボコにしてやろうと思いますよ。ざっけんじゃねえぞ、いやもう。取りまーす。らら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 ら。こっちはもっとで、エロくなりすぎてたまんねえ、ちくしょうっていうアシュリーを見てさ、もう、本当に楽しんでたのに、まさかのこんな、あー、ダメだー、ちょっと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 、らら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 。てか、あれじゃん、普通にさ、普通に、え、なんか発狂してない？発狂だうー。入れさせましん、じゃんにんでした。わお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 、普通にいたわ。もうすでに中に入ってきた。ごめんごめん、気づくのが遅かった。デヘペロ、おめえもかよ。じゃあいいや、じゃあこっち行ってくるっと振り返ってここで待ち構えておきましょう。よし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 なんとただの映像のようだ。残念だ。だだだだだだだ。あ、ですよね、ですよね。なんかそんな気がしたよ。いつまでそんなやつといちゃこらいちゃこらしてんだ。起き上がってくるんかい。キリがない。キリがない。キリがヒューズ。誰だ。おら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 。おめ渋ってえな。おお、腕がちぎれポン。え、どういうつもりだったの。どうせ死ぬんだから今死のうが後で死のうが一緒だっぺよ。わおわおわお。やばいやばいやばい、逃げる。アイテムだけ回収しての、行く。でも一応行く。そして、さようなら。よいしょ、チェック。構えて。構えて、発射してよ、銃撃ってよ、おら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 。おくびちょんぱ。元気でございますね。頭からそんな、陰形出しちゃってさ。これ大丈夫、バンにならない。まあでも、あれだよね。うん、CHIN ってあの連呼しても大丈夫なあの媒体だからさ、まあこういうのもだんだん規制が厳しくなってくるんだろうけどね。でも一番さやばいのってさ、やっぱさ思うんだけどさ、 NHK の教育系番組でさ、あのお尻探偵ってやばくない？もう顔がお尻だもんさ。ねえ、まださ普段あのズボンにしまっててさ、ケツだけ精神の時だけお尻を出すさ、しんちゃんの方がマシなんじゃねえかって思うけどね。あります、今のしんちゃんが最近見れてないからさ、ふざけ精神をちゃんとやるのかってあんま分かってないんだけどね。おお、もうなんかお首がたくさん発狂する子が多いんですが、長くない？次は、あれ、ちょっと待って、うちの相方どこ行った？相方、もしかしてやられた？ストーリー変わるじゃん。
へぇ、やられ、うわぁ、あぁ、来た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 、はしごを登るだす。弟子、弟子、上が気になる、来てくれ。はい、ここあれなの、もしかしてあなたのお家なの。おお、上から来てんじゃん。よいしょ、足をちぎって、やばい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 、 お歌歌ってる、お歌歌ってる、あいよ、あれ撃たれた、ボコボコにしばかれた。これルイスが死ぬっていうことはありえるのか、ルッドリカ、あー、まあ、とりあえずじゃあ落としとくか。ヒュー、まとめてかかってきたらいいのね。すごいこうなんかちょっとずつ優しい優しさだよね。あー、ダメでしゅー、起き上がらないでくれ、しゅー、しゃべってもちょい、どういうつもりだ、こういうつもり、どうもこうも助けたんですけど、そんなスコップでポコーンってやってるから、あいつすげえな。スコップでポコンって殴られたり、銃弾ぶち込まれても、あの、ちょっと倒れるだけでなんとか生きてやがる。おー、目がクロス。よいしょよいしょよいしょ。まあ、あの、殺す気はないけど、やる気はある。よいしょと、残念でした。じゃあ、ならば、バイバイーダイー。ブラックバス。あ、おいしい。おらら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 ら、おー、あれ、おめえの登場シーンはなかったのか。痛い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 。おめえ登場シーン省略されるくらい悲しいやつになってるのか。ボスのスターのお出ましだとかって言ってたのにさ、スターズ。どうしよっかな、どうしよっかな。いや、体力全回復か、それはもったいねえな。まあじゃあ、あ、おしまい。あ、よかったわ、なんとかね。こんな暗い中でもね、やっぱりね、あのセンサーがピカーって目、お目目でピカーって光ってるからさ、みたいな。これよ、これをちゃんと揺れるあれでもう、ものをさらけ出したもので皆さんにお見せしたかった。なぜ進まなくなったんだ。いやー、ゲーム界ってシビアだ。シビアだよねー、ほんとにねー。これはまあ、おそらくまあ PC のスペックの問題なんだろうけどさー、もっと私は楽しみたかったです、エロスを。まあ、これでも十分なんだけどさー。まあ、プルン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 してる。この下がさ、タンクトップっていうことにもさ、あの、一物のエロさを感じるよね。うえ、ぐえ、ゲホ、ゴホ、ガホ。それはですね、チッと言います。英語で言うと、ブラッドってやつですね。こんな風に血を吐くのは初めてだ。この時のルイスが一番かっこいいよね、なんか。責任、凍結、これらはあるものが必要プラガだ。そういえば、城で会うことなかったよね。そう。見たろ、あの、うん、あの、ほら、あの、チャプター4の1が終わってさ、4の2で、あの、再開して、っていうところでさ、あ、あ、ちゃうわ。これチャプター、なんぼって言うんだろう、10。あんまよく覚えてないな。いまだにまだ、あの、旧バイオ4の方をね、あと原作のバイオ4のね、あの、覚え方をおっしゃってるからね。これ2の2だからね。はい。まあそんな感じで、まあ無事クリアすることができたんじゃなかろうかっていうところですね。まあまあできればできればそれでも問題ないっていうことで。設備があれば。そうね。お胸パックリーってなってるけどね。まあそんなことは言いながらも、俺に考えがある。そのウィンク、かっこいい。お前らが俺を信じるなら。信じるけど、頼りにはしてない。つまり、信用はするけど信頼はしてないですね。さあ、こっからは時間との戦いだ。そうなんだよね。復活しまったら終わりだからな。俺にも関わりがある。両親の呵責さ。オッケー、かっこいい言葉が出たところで、この辺りは終了かなですね。はーい。あー、よかった。無事進むことができた。ということで、これ次また衣装戻してなんとかなるのかな、うん、ちょっとどうなるか楽しみなんですけれども。はい。ということでね、あ、まあ、今後もまたこういうのが続くであれば、ね、せっかくもっとやりますとかって言ってるんだけど、うん、またちょっと普通のやつでやるかもしれないですけど、まあ、そこはちょっと組み合わせながらね、いろいろとやっていきたいと思います。ということで、今回の動画は以上とさせていただきます。最後までね、ご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回パートでお会いいたしましょう。ではまた、バイバイ。